皆さんこんにちは。アイフルホーム増田店営業の中島です。カメラマンは広報担当の中林です。今回ですね、ご紹介しますのは浜田市三隅町にあります 3LDK 畳コーナー付きの住宅になります。コンセプトになりますが、心地よい風を感じる吹き抜けとガレージの家です。今回のお客様のご要望としましては、インナーガレージと倉庫が欲しいと、そして吹き抜けや大きな窓で開放感のあるリビングにしたい、共働きのため室内干しがしたいというご要望になっております。そのご要望がどのように叶えられたかご紹介していきます。まず外回りになりますが、エミュレの通りガレージがありまして、幅が 3.5m、 そして奥行きが約 6m のインナーガレージになっております。インナーガレージから室内の方に入れるような間取りになっております。今回ですね、このガレージの奥に北側の庭を計画しております。これは夏のバーベキューしたい時にですね、南の庭だととても暑いということで、こちらの北側の庭でやると直射が来ませんので、この北の庭というのが活用して、そしてリビングからこう出入りもできる窓計画にしております。続いて玄関の方になります。こちら玄関ドアで、そして玄関ドアの前にご要望にありました倉庫を設置しております。ここでまあタイヤとかですね、お子様の遊び道具とかたくさん入ります。約1メーター×2メーターの倉庫になっております。それでは外壁の方になりますが、メインのこの白の外壁ですが、日波のフラットウォールのプレミア MG ホワイトを採用しています。そして2階の方に見えますのがアクセント外壁になります。日波のリーガストン調ランダ MG マロンを採用しております。そして軒天と玄関の天井につきましては木目調の材料を採用しております。それでは室内の方をご案内いたします。玄関ドアですが、こちらがですね、エリクシルの JSTA2 の M17 型、色はクリエアイボリーになります。じゃあ入ってみます。玄関入りまして、左手になりますが土間収納ですね。靴が約30足、可動棚が10枚ほど設置してあります。こちらガラス入りの縦具になります。開けますとリビングに入ります。そしてこちらですね、勝手口が見えますが、これが先ほどのガレージからの動線というところで、勝手口と土間で第2の玄関として使えるようにしております。これ雨の日とかもそのまま入れるのでいいですよね。そしてすぐキッチンに行けるんですね。こちらに入りますと冷蔵庫を置くスペースなので、帰宅時にすぐ収納できると。いいですね、お買い物帰りとか。はい、そうです。そしてこちらがキッチンになります。パントリーもありますので合わせて収納できるという動線です。そして戻りまして、リビングの方に入ってみます。すごい開放感のある吹き抜けですね。はい、リビングも広くてですね、天井も高くということで広々とした開放的な空間になっております。こちらがテレビを置くスペース。こちらリビングのこの引き違いの4枚窓になりますが、高さが2400ですね、通常の約天井高になりまして、とても開放的なサッシです。このサッシがあることでまたより開放感が出てますね。そうですね、はいはい、このリビングの大きい窓ですが、開けますと、まあ、庭につながりまして、そこに大きなウッドデッキも設置してありますので、天気のいい日とかですね、ここでちょっと遊んだりとか、あと洗濯物を干したりとかですね、そういうことができる空間になってます。そして外部からもちょっと視線が気になりますので、約2メーター程度になりますが、目隠しフェイスを設置してありますので、外からの目線を気にせずですね、くつろぐことができます。続いてはリビングに隣接する畳コーナーになります。約30センチ
上がっておりまして、小上がりのスペースになっております。カウンターを設置しております。ここで書斎代わりに仕事をしたりとかですね、お子様は勉強台として使っていただければと思います。この障子もすごい可愛いですね。そうですね、雰囲気になっていて、畳は基本的には座るというところで、座ってからの目線で外が見れますように地窓といいますが、下の方につけて設置してます。リビングですが、南側の大きな窓と、あと北側にもですね、ちょっと吐き出しの大きな窓をつけてみました。そうすることで南と北の風の通りとかですね、開放感もより一層出てくるのではないかというところで、こういう窓計画にしました。今回の住宅はですね、高気密高断熱、そしてあと第一種換気システムを採用しております。ところどころに換気口が見えます。そしてまあこの第一種換気システムによって、花粉とかですね PM2.5 とか室内に入るのを軽減するというところで、常にきれいな空気を保つことができるというものです。その全館の換気風量のコントロールをこのスイッチで切り替えを一括でできるようになっております。キッチンになりますが、この度はですね、リクシルシエラ S ホワイトスタッコ、幅がですね2424、高さはお客さんの背丈に合わせまして85センチを採用しております。前面にはですね収納がついておりますので、小物とか本とかですね、そういったものもしまえるではないかと思います。キッチンファニチャーになりますが、こちらが家電収納タイプ、そしてここにも収納というところと、あとここも引き出しになってますね。上部にも棚がついています。お客様のですね、キッチン周りの収納ボリューム、これを確認しまして、多からず少なからずという収納スペースを設けました。続いてはトイレになります。こちらはリクシルのサディス S のトイレを採用しております。タンクレスのタイプでございます。そして横にですね、トイレットペーパーとかしまえるように収納棚も設けております。トイレの正面にはですね、洗面化粧台を設置しております。この洗面化粧台はリクシルのピエラですね、間口が90センチのちょっと広いタイプになります。隣にですね、これは造作になりますが、可動棚をつけてより使いやすいというところになっております。そして隣行きますと、枕棚とハンガーパイプと棚をつけることによってですね、帰宅時の普段使いの服をここでかけたり、お子様のランドセルを置いたりとかですね、そういうスペースになろうかと思います。1階にも大きなクローゼットを設置しております。そしてこちらが脱衣室というところと、あとはまあランドリースペースにもなります。洗濯機がありまして、洗濯しまして干せるスペース、そして畳むスペース用意しまして、でしまったらまあ隣の先ほどのクローゼットでしまうと、動線ができております。この窓も見えないようになってるんですね。そうですね、脱衣室にこのような吐き出しの窓をつけることは少ないんですけども、今回このドアを開けるとウッドデッキにつながりますので、ここで天気のいい日には外干しをしたりとか、まあそういうこともできるようにこの吐き出し窓を採用しまして、でさらにまあ外から見えては恥ずかしいので、ちょっとここはフロストガラスという、ちょっと見えにくいガラスを採用しております。ユニットバスですが、リクシルのリデア M タイプ1618のサイズになります。それでは2階をご案内します。2階に上がりましたら吹き抜けに出ます。1階とのつながりを感じられる空間になりまして、真正面にはですね、あのお隣さんの神社が見えまして、年に1回のお祭り時に、神楽をされるようですが、そこの舞台を
このスペースから見ることができるように窓計画をしております。そしてこちらですね、子ども室になります。こちら 5.7 畳とオープンの収納ですね、枕棚とハンガーパイプを設置しております。もう一部屋の子ども室も同じように枕棚とハンガーパイプをオープンタイプを採用しています。この部屋はですね、北側に開放感がありますので大きな窓を設置しております。最後の部屋ですが、主寝室、約6畳の主寝室になります。こちらがですね、2階のウォークインクローゼット、共有できるように廊下の方に出しております。なので1階の大きなウォークインクローゼットとこの2階の大きなクローゼットで季節ごとに入れ替えできるように提案をしております。以上でルームツアーは終了です。いかがでしたでしょうか。今後もですね、岩波の家づくりをご紹介していきますので、いいなと思いましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。